皆さんこんにちは。私の名前は渡辺あさみと言います。私は日本の埼玉県出身です。 IEI に来る前、私は公認会計士として日本で働いていました。なぜ今私が IEI で英語を勉強しているかというと、一つは私は学生時代から英語が好きで、留学したいなとか海外で英語を勉強してみたいなって思っていたんですが、なかなかチャンスがなかったんですけども、ちょっと仕事をして、ちょっと仕事が大変だったので、ちょっとお休みをもらって今 IEI で勉強しています。もう一つは、英語を勉強して私の将来の日本での仕事の幅が広がるんじゃないかなと思っています。IEI がありますシャンペーン・アーバナ市は、イリノイ州立大学のメインキャンパスがある町です。IEI もイリノイ大学の、真ん中のパーツの一つです。で、IEI のあるシャンペーン・アーバナ市はとても小さな町なんですけれども、たくさん日本食だったりチャイニーズだったり、タイ料理だったり、いろんな国の料理のお店があります。また週末にはファーマーズマーケットやミュージックフェスティバルもありますので、とても小さな街ですけど退屈することはありません。またシカゴまでも車で2時間半ぐらいなので、週末にシカゴに遊びに行くことも可能です。で、夏は結構実は暑いです。私はちょっともう少し涼しいかなと想像したんですが、実は結構暑いです。蒸し暑いです。冬は、皆さんご存知の通り結構寒いです。でも雪はそんなにたくさんは降らないので寒いですが、そんなに雪が大変ってことはありません。で、街自体はとってもキャンパスタウンなので安全ですし、街のコミュニティの皆さんもとてもフレンドリー、私は留学生なんですけどとてもフレンドリーで、レストランなんかに行くとどこから来たのとか、何勉強してるのとか話しかけてくれたりとか、そういう機会も結構多いです。IEI は、とても世界中のいろんな国から生徒が集まっていて、それを私すごくびっくりしました。で、とても自分の知らない、あんまり馴染みのない国の同級生とかと話をして、なんかその文化とか習慣とか食べ物の話とかすごく興味深かったです。で、IEI のインストラクターの方やスタッフの皆さんもとってもフレンドリーで、たくさん IEI でイベントを企画してくれているので、結構セメスター中は忙しいです。宿題はそれなりにはあるので勉強はしっかりできます。私は結構グラマーが結構好きなので、グラマーの勉強をしたいなと思って今グラマーの授業を取っていますが、日本で学んだことをこう復習できるっていう点もあるんですけど、なんか英語を英語で学ぶっていうのがとっても体にこう染み込んでくるというか、それが日本で英語を学ぶのと外国、アメリカで英語を学ぶのの英語を学ぶことの大きな違いの一つだと思います。